メイヤーユニバーシティプレゼンツ、復縁したいあなたにお届けする復縁するための最善の方法をお送りします。はい、どうぞ。はい、今回は第1回目、振られた後よりを戻すために取るべき行動5つについてグッドウィル博士にお話しして、いただきましょう。それではまず博士、自己紹介をお願いします。はい、こんにちは、グッドウィル博士と申します。もともと僕は生命科学の分野で博士号を持っています。で、2004年くらいから恋愛について、こういろいろ書き本を書いたりとかし始めました。で、相手を思い通りするにはどうすればいいかっていうのが僕の専門です。で、諦めきれない彼の心を取り戻す方法という本が、これ復縁の本なんですけど、10万部以上売れまして、そこから復縁においては、いや、自分で言っちゃダメですね。復縁専門家、10冊ぐらい本を出しています。はい。はい。自己紹介をどうぞ。アシスタントの保坂と申します。博士も、先ほど書籍を出しているとおっしゃっておりましたが、私も、大学生の頃、復縁がしたくて、彼の、博士の、本を読んで復縁をしました。はい、でその後恋愛ユニバーシティさんの、シンデレラ恋活プロジェクトに参加させていただいて、彼氏を作ったりとか、やっています。で、今回それで縁があってお手伝いさせていただくことになりました。よろしくお願いします。じゃあ、早速本題にね、多分多くのこれを見てる人は自分の復縁にしか興味がないと思うので本題に行きましょう。はい。今回は振られた後よりを戻すために取るべき行動5つについて、述べたいと思います。ちなみにここで言っておくと、基本的に、ここでの助言は女性向けなんですよ。女性向け、はい、男性、今回だけは男性にも役立つけど、はい、基本的には女性向けとなります。あ、わかりました。男性向けの人は今回だけ見る価値があるかもしれない。はい。振られた後ってどうですか、ショックは大きいですかね。もちろん、はい、大きいです。はい。僕も人生で2回振られたんですけど。あ、2回。はい、その時は、1回目は土砂降りの雨の中、長渕剛を聴きながら自転車でこう飛びまくりったっていう。はいはいはい。保坂さんはどうでした？私もあります。先ほど申し上げた通り本を読んだってのもあるんですけど、早速とか言ってマジ外れてるっていうね。まあいいよ、ないいでしょ、ありがとうございます。いいでしょ、いいでしょ、まあ早くしかないですもんね。はい、振られた後に、はい、振られたショックで5キロ痩せたことありますね。そうなの。はい、それぐらいショックが多い。そうそうそう、振られるダイエットってあるよね。振られるありますね、いいと思います。ね、じゃあ、とにかく難しいんですね。はいはい。じゃあ、それで、はい、次は保坂さんの番ですね。はい、聞きたいことあるでしょ。あ、あります。そもそも博士、博士の、この言うことを聞いていれば、復縁というのは本当にできると、今見ている皆さん信じても大丈夫でしょうか？復縁というのは、ね、基本的にすごく難しいんです。よく情報商材で 97%、はい、成功する復縁方法みたいなのが、はい、2、3万円で売られてたりするんですよ。はいはい、それは嘘ですから。嘘。はい、というか、あるいは文学的表現ですよね。だから何だろう、本当はすごく低いと思う。でも統計的に統計を取ったことはないんですけれども、はい、なかなか難しいです。それはというのも、みんなその人を嫌いになって別れるので。そうですよね。ただ一つ言えるのが、これから僕が話す話が最善だとは言えると思います。はい、はい、分かりました。ところで、はい、いいですかね。どうぞ。ところで保坂さん、はい、ピークエンドの法則って知ってます？いや、初めて聞きました。初めて聞きました。はい、初めて聞きました。ピークエンドの法則ってのはすごく復縁と関係してるんですけれども、はい、何年か忘れたけど、ダニエル・カーネマンっていう行動経済学者がいて、その人がノーベル賞を取ったんですよ。はい、はい、で その人はなんか、行動経済学っていうのは経済における心理学みたいなもんですよね。心理学と思っていいです。でその人がピークエンドの法則っていうのを言ったんです。はい、でそれは何かというと、何に対してもその印象というのはそのピークとエンドに依存すると。あ、なるほど。はい、もう分かっちゃった。いやいやいや、そんな言葉だったらいいですね。そういうことだな。つまり、その何だろう、ハワイに例えば、はいはい、2週間行った時と、はい、1ヶ月行った時、4週間行った時、はい、でその場を楽しんでる時は多分4週間の方が楽しいんですよ。はい、でも後で思い出すと、2週間か4週間は重要じゃない。はい、重要なのはそのハワイに行った時にどれだけ楽しいことがあったか、それピークね。あ、はいはい、一番でかい楽しみ、うん、
はい、あるいは一番でかい嫌なこと、はい、これはピーク、はい、あとエンド、はい、つまりその最終日にどれだけ、はい、辛かったかどれだけ良かったかが、はいはい、そのハワイ旅行が良かったかどうかに、影響を与えるっていうのがピークエンドの法則なんです。なるほどなるほど。じゃあ、 あの旅行の帰り際に喧嘩になっちゃって、そうあのグズグズした感じで疲れて寝ちゃったみたいな風な終わり方をすると、そのハワイ旅行は台無しと。台無しと。あとあよくあのオーケストラで、はい、途中でなんか携帯が鳴ったりするとオーケストラ聴いてると、はい、途中で携帯が鳴ると、まあ、なんとか我慢できるんだけど、はい、最後の最後でこう携帯が鳴ると、はい、台無しになるみたいな。ああ、なるほど、わかりました。まあ、細かく言うといっぱいあるんで、それを置いておいて、はいはい、これが多分、復縁に、はい、多分と言うとあれだけど、復縁の方法に役立つ、はい、わけです。なるほど。じゃあピークと一番最後が大事ですよっていうことです、ね。そして、あの、はい、別れるってことは、すなわちそれはエンドなんですね。ああ、はい、はい。そのエンドを大事にしましょうっていう話になるということですね。はい。はい、わかりました。では、はい、いよいよ、はい、よりを戻す、ために取るべき行動5つについて、はい、お話ししていただきましょう。ポチッと。そうですね。はい、そうですね。じゃあまず一つ目としては、はい、別れをあっさり受け入れるということが大事であると。はい、つまりその彼が別れたいと言ったら、できるだけ速やかに彼にストレスをかけず別れを受け入れる。はい、泣いたりわめいたり責めたりすがりついたりしてはいけない。うん、あとメールで振られたらなんか会いたいとか言いたくなるんですよ。はい、それを言わない。素直に分かりました。さようならと受け入れるというのが一つ目ですね。はい。質問ありますか。ですね、はい。まずじゃあこ のあっさりと受け入れるということで、うん、どういったあの効果が復縁に対して その可能性がこれで上がるというのはありますか。あのね、はい、まずピークエンドのエンド、エンドで、はい、あっさり別れないパターンってどういうパターン。話し合いたいとか。話し合いたい、ね。会って話したいとか。そしたらね、すごい鬱陶しいんですよね。つまりエンドが鬱陶しい時間が長引くわけですよ。もう本当は別れたいのに、はい、また会って話したい。どうせそこもう本人男性はすごくそこまで考えた上で、はい、もう別れたいんですよ。会って話したい。はい、嫌ですよね。嫌じゃないですか。そっか、会いたくないからメールで言ってるんだっていうことですか。そうそうそうなんです。あ、なるほど。もう解けました。いや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 、もうちょっと聞きたいことあります。あ、そうですね。あっさり受け入れるっていうのは、うん、じゃあ、別れたいんだってメールで言われました。分かれたいんだって分かったよ、別れようの一言でいいんですか。それはね、はい、これ5つの、はい、なんていうか行動によって復縁がしやすくなるんですけど、はい、その2つ目で詳しく言います。あ、分かりました。はい、はい、ありがとうございます。そのあっさりっていうところなんですけど、うん、こう逆にそのそっけない、なんでこいつそっけないなみたいな、もう3年も付き合った仲なのに、うん、なんか、さよなら、はい、さよなら、そう、冷たい女だなって逆の、マイナスの印象を与えるってことはないですか。それも2つ目です。それも2つ目で、わかりました。はい、では、それでは、あ、次に行っちゃいますか。あ、次に行っちゃいますか。あ、もう一つありました。もう一つあった。今ですね、この復縁の動画を見てくださっている方の中にもどうしようもなく、追い詰められている方もいると思うんですよ。もうすでに彼と散々話し合った、はい、別れたくないと泣いてすがってすでにしてしまっている方はどうしたらいいんでしょうか。あ、でもね、確かに、僕自身も2回失恋をしていて、両方とも、はい、とんでもないくこうすがりついたりしてしまったら恥ずかしいですね。そうなんですね。でも経験者ってことですね。そうそうそう、はい、一体誰が外で笑ってんだっていうのも気になるところだけどまあ、それ置いといて、とにかくまあまあ多くの人はすがりついて、はい、あと何だろう、友達だったらやっていけるんじゃないとか、あ、恋人を超えて関係でつながってようよとかいろいろやるわけですよね。言ったことあります。で散々こう連絡をして、はい、音信不通になってから、うん、本や動画を探しまくってやっとここにたどり着いたはずなんです。はい、そういう方多いと思います、ね、はい、だからその通りなんですよ、うんうん、でもそれでも最善の方法は今この段階で、はい、あっさり切るしかないんですこの、うんうん、それまでは知ってしまったことはしょうがない、はい、今この段階で彼との連絡を断つしかない、はい、あ、なるほど、はい、そこで、じゃあもうすでに連絡を取っていないっていう方もあっさり受け入れるっていう意味で何ももう連絡しない、何も連絡しないってことです。わかりました、うん、私もやっと諦めついたよとか連絡してはダメって言うんですね。そうなんですね。ごめん、私が全て悪かった、許してくださいとか、あっさり受け入れたよとか言うのもいいみたいですね。それもあっさり受け入れてないってことですね。わかりました。はい、ありがとうございます、うん、はい、では次は2に2番に行ってみてください。